どうも、高尾ヌスです。皆さん、メイン探索第3章、3編、究極の心霊第5話、ノーマルは、星3クリアできましたが、私は大半の人がクリアできているもんだと思っていました。コメント欄のほか、動画でもネタにされていた方がいらっしゃったので、一応私の方でも動画化します。肝となるのは、編成キャラが全員ゲストキャラで、軽くでゴリ押せない点です。多分星3クリアできてない人は意識して弱点ブレイクしてないんだと思います。やり方は即興で最適ではないですが、こんなの弱点ブレイクすれば適当にもクリアできますので、適当に解説します。まあスキルに関してはぶっちゃけもう使わなくてもいいです。とりあえず被弾に気をつけて適当にグレイズも貼ってください。フォロは1ブーストして全体スペルカード。セイガはブーストなしで単体スペルカードをトジコにぶつけます。スキはブーストなしで火属性の方の全体スペルカードを使います。ホロは引き続き1ブーストして全体スペルカード。セイガは霊力を貯めたいのでブーストなしで拡散ショット。さっきは引き続きブーストなしで、今度は星属性の全体スペルカードを使います。ホロはここでお役御免で交代です。マイはブーストなしで全体スペルカード。全体スペルカードは霊力上昇があります。目的は主にセイガの霊力上昇です。セイガは引き続きブーストなしで拡散ショット。サキは2ブーストして星属性の全体スペルカードを使います。マイは引き続きブーストなしで全体スペルカード。セイガは3ブーストして全体スペルカード。サキはここでお役御免です。セイガのグレイズがなくなったんで一応回避を上昇しておきます。サトノは全体スペルカード。サトノの全体スペルカードも霊力上昇があります。セイガは2ブーストして全体スペルカード。こんな感じです。以上、参考になれば幸いです。